使うようになってみたいな感じですか。でね、ちょっと見てもらうとあれなんですけど、うん、まあ、こちらと、まあ、こちらなんですね、うんうんうん、でこの数字4つ出すんですよ、生年月日から、うんうん、でこれ前の数字が子どもの時の数字で、うん、大人になったらこっちに変わるっていう数字なんですけど、うんうん、真逆なの分かります？本当ですね。へえ。だから、うん、まあお互いがすごい分かり合える部分があったり、うん、今現時点は全然違うんですよ。だから、うんうんうん、視力木星と合土星だから、うんうん、全然違うんだけど、理解し合えるのはお互い持ってるものが今逆になってるけど、うん、そこで理解し合えるところがあるから多分一緒にそうやっていられるのかなってちょっと見た時にびっくりした。本当だ、うん、だからすごいご縁があるんだなって思いました。そうなんです、うん、ちょっとびっくり、うんうん、です。で、あと、まあ、キャラク、まあ、4つの数字ってそれぞれみんなバラバラなので、うんうん、あの誕生日が、まあ、同じ学年でも、うん、あの子供の時が違うわけですよ。大人の時の数字は一緒なんだけれども、うん、子供の時はそれぞれみんなだから違うから、全然子どもの時同じ学年でも全然性格違うっていうのは当たり前になるんですね。であとはやっぱり育った環境とか、まあ、親の影響とか兄弟の影響とかっていうのとかもすごく大きいので、なんか全く一緒だからって言ってあの一緒になるわけでは全然ないですね。やっぱり食べてきたものも違うし、で例えばサラリーマンのお家に育つのとあの商売してるお家で全然やっぱり生活のスタイルも違うし感覚も違うので、そういう意味ではあの同じ腰回りだからって言って性格が一緒とかっていうわけではないんだけれども、なんかやっぱ傾向であったりだとか、あのなんか理想とするものが一緒であったりとかっていうのは似てくるんですね。でこちらは、視力木星っていう星回りです。聞いたことがあるかもしれないですけど、であの視力木星っていうのは3匹木星、視力木星って言って2つ木星のチームがあるんですけど、でそのうちの視力木星っていうのは3に比べるとすでにもう成長した木になるんですね。で3はそれに対して今からこう成長していく木なので、やっぱりこうなんていうのかな、すごい活動的ですごく好奇心も旺盛でめっちゃなんていうかな活発な動き、でも視力木星はすでにもう大きく育ってるから、まあ、余裕があるというか、大きくもうすでに枝を張ってるので、その枝の木陰でみんなを休ませてあげることができるとかっていうような、割となんていうのかな、どっしりしてるというか、なんか3に比べたら3はもう本当に活発、まだ若い活発な感じで、視力木星は年齢に限らず割と、まあ、どっしりしてるというか、あんまり動じないで、あのそういうさっき言ったみたいに人を休ませてあげたりだとかっていう、まあ、人に対する貢献の気持ちもすごく強い人、何かしてあげるとかっていうのがあのやっぱり興味の関心としてはあります。でやっぱり自分の中にすごい理想を持つ人になるんですね。なのでどういう理想があるかはちょっと今まあ聞いてないのでわからないんですけれども、その理想を本当に育ててあげたらいいかなと思います。であの人がたくさん寄ってくる人だと思うので、自分の本来の姿を出していけば、どんどんその人の力を使ってでもいろいろ自己実現していくことができると思うので、今までのように人にあのいろいろ貢献していってあげればいいかなっていうのがあります。であの一つ難点なのは、自分が行動するのはなかなか苦手なんですね。なのであの、人にアドバイスをしてあげるっていうのは得意なんですよ。いろいろこう、知恵は働くので、人にアドバイスをする役割の方が向いてるんですよ、自分が行動するより。だから行動的な人にどんどん自分の、まあ、理想のことでもそうですけど、アドバイスしてあげることによってその人がどん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 行動していってくれる
可能性があるので、うん、何か自分がやりたいことをもっと人に、うん、分かち合ってやってもらうっていうことをしたらいいし、でなおかつ自分はそのちょっと行動するのが苦手なんだなって分かっていたら、まあ誰かに押してもらうとか、うん、誰かに決めてもらうとかっていうことを使って行動していったらいいかなっていうのがあるんですね。自分で決断するのが苦手な可能性があるので、その場合、誰かに決めてもらうとか、まあ、口引きにするとかもあれですけど、なんかそれを助けてくれるような何かアイテムを持っていると行動を実現化しやすいかなっていうのはありますね、うん、でもともと子どもの時五黄土星っていうのなので、五黄土星っていうのはもっと行動的なタイプなんですね。だから内面にはそれを持っているので、欲求としてはすごいあるかもしれないんですけど、実際の行動としては止められるものも結構あるかなって思うので、その理想と現実っていうのでもしかしたらギャップは感じるかもしれないです。だからそれに対して自分がそれを理解した上でいろんな人の助けを借りていったらいいかなって思います、うん、でも人をまとめたりだとかっていうのは五黄土星がすごく上手なので、そうやって朝カフェとかいろんな人をオーガナイズするとかっていうのはきっとお得意だと思うので、それをどんどんすごいされていかれて、なおかつ人に頼んでいくっていうことをしていかれたらいいかなって思います。であと生まれつき弱い臓器で糸脾臓があるの でこれってもし弱ってくるとどういうふうになるかっていうと、不安が出てきたり疑いの気持ちが出てきやすくなるんですね。なのでここを強くしておいた方が行動はしやすくなると思います。でやっぱり人との関係の中で不安だったりだとか疑いっていうのが出てくると人付き合いも難しくなってくると思うので、まあ、さっきからね今日もたくさん食べられてたというのでなんかあれですけど、消食にされることであったりだとか、よく噛んでいただくことによってもそこがケアしていけるかなっていうのがあるので、後でまあちょっとなんかメモ程度にやったらいいかなって思うことをちょっと書かせてもらおうかなと思います、はい、ではこちらで旧姓でいくと、さっきと逆なんですね。で子どもの時に視力木星っていう星回りなので、意外、どっちもに言えるけど、どっちも4も5もそうなんですけど、人のお世話はやっぱり結構好きなんですよ、うん、なので5っていうのは中心になれる人なんです、うん、5とか6っていうのは中心になれる存在なので、で4っていうのはどっちかって言ったらサポートする方が得意ですね、うん、でも内面に5を持ってるからそれもすごい興味があるしやりたいし、自体もやれるんですよね。だけど大きな自分の今年というか今期の人生ではそうやってサポートする方が多分選んできたのかなっていうのは逆感じですよね、うん、でこちらはどちらかというと、人の中心に入っていく方の方を選んでいらっしゃるので、もっともっとなんか自分を中心にした、ピラミッドじゃないけど縁であったりコミュニティであったりとかっていうのはもっともっと作っていたらいいかなっては思います。でその手法として持っている視力木星である、人に対する貢献の気持ちとかそういうものを使っていったらいいのかなっていうふうに思います。で五黄土星の特徴としては人と人をつなぐっていうことがすごい得意なんですね。なのでいろいろ出会った人をつなげてあげるっていうのはどんどんしていってあげたらいいかなっていうのがあります。でいわゆるその兄貴分であったり姉御肌的な性質なので、どっちかっていったらついてこいになるんですよ。視力木星は貢献っていう形なんですけど、どちらかというとついてこいな感じになるんですね。なのでふって振り返ったら誰もいないっていうことがありえるんですよ、もし自己中心的になると。だから気をつけないといけないのはみんなの足並みに揃えること、だから自分の中でいろいろアイデアもあるし、行動力もあるからあって言ったら誰もついてきてなかったっていうことのないように、なんかいろんな人とコミュニケーションを密に取っていくっていうのはすごく大事なところかなと思います。で
自己中心的って、いい意味でも悪い意味でも自己中心的であるっていう、それをニュートラルに見てほしいんですね。だから勝手な部分ももしかしたらあるかもしれない。だけど、自己中心的になるからこそ人がこう集まってくるわけなので、いいも悪いもないっていうことをちょっと自分の中で念頭に置いて、まあ、自分は人を引っ張っていく力もある、でそれを使うか使わないかは自分の自由であるっていうのを自分の中で思っておいていただいたらいいかなって思うんですね。で、なんかね、特に女性とかだったら、自分が引っ張っていくのとかってなんかやったらあかんかなって思いがちなんですけど、さっき言った、人がもうついてきてないっていう状態にならないのであれば十分引っ張っていってあげた方が、みんなにとってはそれこそ行動しづらい人にとったら引っ張ってもらえることっていうのはすごくありがたかったりするんですね。なので、そういうことを求めている人にはぜひその力を発揮してあげていただきたいなっていうのは思います、うん、で、あと、今度ね、弱い臓器としては膀胱と腎臓になります。で、さっきは不安とか疑いっていう話があったんですけど、腎臓膀胱は恐れにつながってます。あと、恐れと驚きなんですよね。だから腎膀胱系が弱っている時って何かにつけてこう恐れを抱く、これってこうやったらこうなるんじゃないかとかっていう恐れとか、あと驚きっていうのはなんかよくいません？なんかちょっとしたことですごい驚く人っていませんか？なんかバーンとかって、でそれ過剰に驚く人っていうのはやっぱり腎膀胱系が弱ってる時のサインなんですね。なので、もしそういう時があったら、なんかちょっとピッてなんか誰か出てきただけでヒャーってなった時は、あ、腎膀胱系弱ってるかなとかっていう感じですね。なんかそんなエピソードがあったんですかね。後でいいよ。、うん、っていうような感じですね。で、まあ、腎膀胱系っていうのはやっぱり下にあったりこう後ろにあったりするので、まあ、冷えっていうのにすごく弱いんですね。だから、まあ、お体のケアとしては冷やさないっていうのがすごく大事ですね。で、あとでそのケアしやすいこんにゃくシップっていうのがあるので、まあ、こんにゃくシップのやり方とかもお伝えしたいかなと思います。はい、じゃあ以上です。